NHK 紅白歌合戦第69回 NHK 紅白歌合戦第69回 NHK 紅白歌合戦は2018年12月31日19時15分から23時45分に放送された通算69回目の NHK 紅白歌合戦である平成最後の開催となる日付はいずれも2018年 グランドオープニングセットリスト審査については、前回、前々回の教訓を踏まえて、ゲスト審査員、会場審査員、視聴者審査員が1ポイントずつを有し、番組全体を通して優勢な方にポイントを与える3ポイント制となった。最後の対戦が終わった後で集計を行い、2ポイント以上を獲得した組が優勝となる。総合結果は、 白組が優勝で前回に続きに連勝となり野村、万歳から優勝旗が授与された。この優勝旗授与の際、桑子がゲスト審査員を代表して、野村万歳さんから赤組に優勝旗が渡されますと言い間違えた。特別企画、初出場、帰り咲き。沼津市役所に掲げられた、アクアの紅白歌合戦出演を祝う、垂れ幕赤組取りにこの年、 デビュー45周年を迎えた石川さゆり、白組鳥及び大鳥に10年連続出場の嵐が起用された。さらに、大鳥、嵐の歌唱後、特別出演したこの年、デビュー40周年を迎えたサザンオールスターズが究極の大鳥として登場した。なお、サザンオールスターズが最終歌唱者になることを公表前に内定と報じていたメディアも複数あった。 紹介文については公式サイトにおける記述に準拠する。これまで審査員紹介の際に一人ずつ具体的に行われていた経歴の紹介が割愛され、名前のみまとめてテロップで表示される形となった。番組平均視聴率は前半が37.7%、後半が41.5%となった。前半は前年から1.9ポイント上昇し、 第52回の38.1%に次ぐ17年ぶりの高視聴率、後半は前年から2.1ポイント上昇し2年ぶりの40%超えとなった。ビデオリサーチの提供したデータから各メディアが独自に割り出した瞬間視聴率の推移によれば番組全体の瞬間最高視聴率は最終結果結果発表時の45.5%で、 前回の瞬間最高視聴率は下回った。歌手別の視聴率では、究極の大鳥のサザンオールスターズが1曲目と2曲目の歌唱を終える2箇所において、それぞれ45.3%、ついで米津玄師歌唱時の44.6%だった。ありがとうございます。